寒い北の大地が育んだ個性的な味わい。酸味豊かで赤い果実を思わせるヤシあふれる味わい。池田町で生まれたここにしかないワインです。十勝の池田町でワイン作りが始まったのは1963年。十勝ワインの歴史は寒冷地でも育つブドウの品種開発の歴史でした。この山幸というブドウは病気寒さに強い在来品種清見と十勝に自生する山ブドウとを掛け合わせた品種になります。ワインにすると酸味が豊かなんですけれども、それがまた地味深い味わいになって魅力あるワインになっています。こだわりの熟成はフランス製オークダルでおよそ12ヶ月。樽の味わいや香りとのバランスも楽しめるワインになっています。ここに技あり。飲んで美味しい山幸ワインですが、今年3月にこんなメニューを開発しました。その名も山幸ワインエゾシカステーキ弁当。池田町の新しい名物というものを作ろうと思いまして、エゾシカの内もものステーキと山幸ワインを使用したジンギスカンのタレを一緒に召し上がっていただきます。山幸を加えたワインライスが添えられ、池田町がぎゅっと詰まったお弁当です。2020年、山幸は OIV 国際ブドウワイン機構により国内3番目のワイン用ブドウ品種として登録されました。国際品種に登録されたことで、これから日本に広まって世界に広がっていくようなことを期待しています。風土が生んだ個性的な美味が池田町にありました。十勝ワイン山幸は池田町のふるさと納税の返礼品にもなっています。